4つの力の種類があるってどうしてだろう。対称性が破れた、統一されていたんではないかと。皆さんこんにちは、素粒子物理学者の村山仁です。今日は力についてお話ししたいと思います。皆さん力っていうとどういうことを思い浮かべるでしょうか。例えばオリンピックの重量挙げの選手がおやってやるの、こういうのは力持ちって言いますけども、物理学者が力っていう時にはもっと広い意味で使っています。こうやって押したり引いたりする力だけじゃなくて、いろんな反応が起きる仕組みのことを力、相互作用っていうふうに言っています。例えば皆さんが方位磁針を持つとちゃんと北極の方向きますよね。あれは磁石の力で、地球の北極が皆さんの手の上にある方位磁針を引っ張ってるのでちゃんと北の方を向く。それから冬の寒い日にこうドアのノブとか触ってバチバチってやるのは、あのドアのノブにこの電子がたくさん溜まっていて、皆さんの手の方にそれが移ってくるときに電気のビリビリを感じるからバチバチっていうわけですね。例えば皆さんがこう机の上にこう手を置いてグッと押すと、そうすると机は動かないんですよね。でもよく考えてみると不思議なことで、皆さんの手は原子でできてますから、実はなんかスカスカなんですよね。机も本当はスカスカです。でもじゃあどうして手がズブズブっとこう机に入っていかないかっていうと、手の中にある原子はここにあるみたいにこの黒いぐるぐる回ってる電子っていうのがあります。でこの電子はマイナスの電気を持っていて、机の中の原子にもこの黒い電子がぐるぐる回っています。でマイナスとマイナス電子が近づくと反発するんですね。ですから私たちの手はその電子がいっぱいあるので、机の上に来ると中にズブズブ入っていかずに反発している。ですから私たちの身近なものっていうのはほとんど電気とそれと仲間の磁気の力で説明することができます。でもこの電気と磁気の力以外に、宇宙にはあと3つ力があることが分かっています。そのもう一つ目は強い力。これはどうしてその名前がついてるかっていうと、電気や磁気の力に比べてもっとずっと強い力だから、そういう名前がついてるんですね。でこれはどういう力かと言いますと、先ほどのこの原子の真ん中に中性子と陽子がくっついた原子核っていうのがあります。でこの中性子と陽子が見つかって、あ、原子核これでできてるんだって分かった時はそれは良かったんですけれども、ちょっと考えてみると困ったことが起きました。中性子は中性ですから、名前の通り電気がありません、ゼロ。でもこの赤で書いてある陽子はプラスの電気を持っています。ここで問題は、じゃあなんでこの原子核が集まってるんだろう。陽子同士はプラスなので反発するはずです。なのにバラバラにならないでこうやって固まってるわけですね。これは電気の反発に打ち勝つもっと強い力で引っ張ってるに違いない。でそのことまでは分かるんですけど、その仕組みがどうなってるのか分かるのにはもう何十年もかかりました。で日本の湯川秀樹博士がその強い力の元になっているのは、中間子という粒子が行ったり来たりするせいなんだという説を発表し、そしてめでたくその中間子が見つかってノーベル賞に輝いた。これが日本初のノーベル賞でした。でもそれだけではなくて、もう一つ弱い力っていうのもあるんですね。で弱い力っていうのは反応を起こす仕組みになっています。例えば太陽の中ではこの原子核をバラバラな状態から強い太陽の中の重力でギューってやってくっつける。でくっつくとそこからエネルギーが出るんだ。でそうやって太陽は光ってるってことが分かってるんですけども、陽子と陽子をくっつけた時にはそのままではくっつかないので、陽子の一つが中性子に変わらないとくっつけません。でもその陽子が中性子に変わるっていうのは特別な反応で、その反応を起こすのが弱い力っていうものなんです。で最後にもう一つ、皆さんがおなじみの力、重力がありますよね。でどんなに頑張ってこう飛び上がってもすぐ落っこってきてしまう。それは地球が、地球の重さのために私たちを重力で引っ張っていて、それで上に上がろうとしても落っこってくるというわけですね。ですからこの4つの力、電気と磁気の力、強い力、弱い力、重力の力、この4つの力で私たちの宇宙が成り立っているというわけです。でも4つの力の種類があるってのはどうしてだろう。実はアインシュタインは力っていうのは本当は1種類しかないんじゃないか、そういう統一理論っていうのを考えていました。でアインシュタインは残念ながらその統一理論を作ることには成功しなかったんですけれども、実はアインシュタインが亡くなった後だんだんその統一理論が逃げてきました。
先ほどの弱い力ですけども、実は調べていくと弱い力と電気と磁気の力っていうのは本当にそっくりのものだということが分かってきたんです。じゃあなんで弱い力はこんなに弱くて電気の力は身の回りにあるんだろうか。もともと同じだったものを二つに分けてしまった。そういう対称性が破れた。で、その破った犯人はヒックス粒子だということが分かってきて、そしてそのヒックス粒子が見つかったので、本当にこの電気と磁気の力と弱い力はもともと同じだったということが分かってきたんです。それで電気の力と弱い力が統一されて、電弱理論、標準理論というものができました。そこで2つの力が一緒だった。で、その次にこの強い力なんですけども、強い力は本当に強いので、力の強さを見てやるとすごく大きい。でもだんだん宇宙の始まりに戻っていくと、その強いはずの力がだんだん弱くなるんだということも分かりました。で、高いエネルギーの加速器を使って強い力を高いエネルギーで調べていくと本当に弱くなるんです。で、逆に弱い力っていうのは少しずつ強くなるんだということも分かりました。そして電気と磁気の力っていうのは弱い力と同じだと分かってみると、実はもともとは弱い力よりも弱いということが分かって、で、これはエネルギーを上げて宇宙の始まりに戻っていくとだんだん逆に強くなるんだ。そして一番弱い力は実は重力なんですが、すごく宇宙の始まりに戻っていくと重力も他の力と同じくらい大事だということが今では分かってきています。ですからアインシュタインはまだうまくいかなかったんですけども、今になってみるとアインシュタインが思っていた通り、こういう4つの力っていうのは宇宙の始まりで統一されていたんではないかということに期待がかかっています。例えば ILCU の加速器で研究すると本当に一つになるのか、それともちょっとミスしてうまくいかないのか、そんなことも調べられるようになります。そしてこの弱い力と強い力、電磁気の力を統一するためには、また後の回でお話しする超対称性理論っていうのが必要になってくるんですけども、そういう粒子もこれから探していかないといけません。ですから本当に力が統一されているかどうかっていうのは、これからの ILCU を含めたいろんな実験で分かってくると思っています。